皆さんこんばんは、四畳半の女将でございます。つむつむでございます。毎回朝早く起きて失敗しているので、今日は夜遅くにやっております。ただいまの時刻3月11日、日付が変わって午前2時まもなく50分になるところでございます。眠いっす。カードの方が今20枚目、20枚目っていうのかな、20エリアのとこまで突入しております。というわけで、ザズーがもう一個手に入ったので、まずこれからやっていきたいと思います。はい。イベントクリアでスキルチケット1個、あとはルビーが1個で、ザズーが1個で、前回取ったスキルチケットが1つ、あるので、じゃあまずはルビー1個取ってからのザズーいきます。ドン、いきます、ドン。よし、これ3個で、そういうことね。 OK。 で、今日は、はい、こちら、スカ、今日の、朝、夜が明け、確率アップが終了してしまいます。今のうちに取っていきたいと、13万コインまで復活しました。久々に1日で頑張ったな、頑張ったな。なので4回で狙っていきたいと思います。で、セットしてるツムはなんか全然イメージ湧かないので、そういえばピートってセットしたことがないなと思ったので、まあ、なんとなくピートにしております。ピートで引くってあんまないよな、そういえばなと思って。じゃあ行きたいと思います。お願いします。今月厳しい、本当に厳しいの、なかなか厳しいの、お願いします。せーの、スカッ。あと3回お願いします、お願いします。いやー、もう無理、もう無理、本当にお願いします。ゴー、せーの、ゴー。おーおー、うー、全然気配なし、気配なし、かすりもしない、まずい。3回目お願いします。いきます、ゴー、せーの、ドン。おお、まずい。ゴーゴーって言った方がいいのかな。ゴーゴー、いきます、レンチャーいきます、ゴーゴーゴー、いけいけ。取れない取れない、マジか。本当にマジでまずい。だって奈良も取れてないんだよ、奈良も取れてなくて、今度すぐピックアップあるでしょ。だっていや、まずいな、まずいな。そっか、まずいまずい。ちょっとまた早々にコインを貯めて、確率アップ以外でも引いていこうかな。まずいな、せっかく順調に来てたのにな。すぐにコイン貯めて頑張りたいと思います。いや、きついな、頑張りたいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれ？パソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。